会場のディフ a 有明 SRC アジアボリューム1は、日本の総合格闘技団体、SRC の大会の一つ。2010年7月4日、東京都江東区のディフ a 有明で開催された、SRC バンタム級アジアトーナメント2010の1回戦8試合が行われ、イギルー、石渡慎太郎、高泉拓也、佐藤昌光、総達也、高橋渡、西村博和、 ソジェヒョンが2回戦進出を決めた。メインイベントで勝利したショルダーブラザーズ1号、金近隆氏は試合後のリング上で石井里氏への挑戦をアピールした。第1試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分に R ソジェヒョン VS、杉田一郎に R 終了判定3からレイソが2回戦進出。 第2試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分に R、西村博和 VS、伊津渡るに R 終了判定3から0、20から19西村が2回戦進出。第3試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分に R、高橋渡 VS、近藤翔平に R1 時22分、チョークスリーパー高橋が2回戦進出。 第4試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分に R、総達也 VS ソンミ民ンジョンに R 終了判定3から0、19から19層が2回戦進出。第5試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分に R、佐藤進向 VS 岡本飛龍に R 終了判定3から0佐藤が2回戦進出。 第6試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分に R、高泉拓也 VS、島崎太郎に R 終了判定3から0、19から19、20から20、高泉が2回戦進出。第7試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分に R、石綿慎太郎 VS パンチー山内 1R3 時13分 TKO、石綿が2回戦進出。 第8試合バンタム級アジアトーナメント2011回戦5分、2R イギルー VS 種1ロドリジン 1R0 時10分後、伊賀2回戦進出。第9試合ウェルター級ワンマッチ5分3、R トリセイ、マサヒロ VS のアビラヌエバァ 1R2 時54分、アキレス腱固め第10試合ヘビー級ワンマッチ5分、3R、ショルダーブラザーズ1号、金近高氏 VS。 イサンス 3R 終了判定3から0。ありがとうございます。